はい、というわけで今日も元気よく下がる勉強やっていきましょう。今日は古代ギリシャローマにおける王政共和制、帝制の違いって何っていうことについて見ていきたいと思います。それではまず結論からいきたいと思います。はい、この3つの、違いについて、王政と帝制は国王や皇帝が政治を行うこと、そして共和制っていうのは国民が選んだ国の代表が政治を行うことっていう違いがあります。それでは具体的に説明していきたいと思います。はい、古代ギリシャローマというふうに言いましたが、基本的には古代ローマの話ですね。古代ローマが、どんどん大きくなっていく中で、政治のあり方が変わっていたというふうになっていきます。はい、もともと昔は、王政っていうことで王様による政治が行われていました。それが共和制っていう風になったことでローマ帝国っていうのがめちゃくちゃでかくなっていきます。じゃあそのローマ帝国をでっかくしていくきっかけとなったのが人々が代表を選んで行う政治のことです。はい、まあ人々による政治ですね。まあ結構現代に似てますよね。そういった政治が行われていました。まあ、この時代のローマの人の考え方っていうのも割と現代風で、これ別の動画でもやりましたが、ヘレニズムっていう考え方が広がっていったんですね。これは今までこの王政の時はとにかくローマ時代、ローマ以外はクソみたいな、ローマ以外は全て滅ぼしてしまえみたいな感じの、やり方だったんですけど、この共和制、ヘレニズムっていう考え方は、他の民族の考え方も取り入れていこうとか、いろんな多様性を認めていこうっていう考え方ですね。それによってめちゃくちゃでかくなっていきます。まあ本当にさっきも言ったように、割と現代の国のあり方としても、まあ全然あるような考え方になります。ということで現在の共和国の起源ともなっています。例えばアメリカとか韓国とか、フランス、ドイツ、中国、そういった国も現在共和国なんですが、このローマっていうのを起源としています。はい、しかしその後めちゃくちゃでっかくなった後、ローマ帝国っていうのは、まあ、帝国って言われているように、皇帝が支配する帝制っていう風になっていきます。ということで、共和制に、共和制の前と後ろが王様皇帝による支配になっていきます。はい、でもそれではじゃあこの王政と帝制ってさっき一緒にしてましたが何が違うのっていう話ですね。というところを見ていきたいと思います。はい、そもそもこの王政と帝制、王様と皇帝っていうのは違うんですね。王様っていうのはローマっていう国の中の王様、それが、ローマの王になりますよね。それがじゃあ皇帝になってくるとでかくなっていくんですね。皇帝っていうのはいくつかの国を支配する王様のことを言います。なのでローマの王様とか A 国の王様、 B 国の王様、 C 国の王様、 D 国の王様っていうのをまとめたこの青色がローマ帝国って言っていくつかの国を合わせた、でっかい国になっていきます。その王たちを、支配するというか王たちのトップが皇帝になりますね。なのでどっちかというとその皇帝の方が広い範囲での王様になります。それが、王政と帝政の違いになります。まあ、規模の大きさですよね。昔はローマでちっちゃい一つの国だったんですが、それがいろんな国と、まあ混ざり合ったことで、皇帝っていう、大きなものを支配するものになっていきます。はい、ということになっていきます。そして、もう一個ですね、ちょっと間違いやすいところということで、古代ギリシャにおける、民主制の話についてそれを最後やっていきたいと思います。で、古代ギリシャのアテネとかスパルタっていうのは民主制が行われていたっていうふうに言われていましたが、じゃあ何が違うのっていうことです。まあざっくりと言えば基本的に民主制と共和制はほとんど一緒です。ただ民主制っていうのは直接民主制と間接民主制っていうのがあって、直接民主制っていうのはアテネとかスパルタとかで行われてたみたいに全員が国の政治に参加しますよ。全員が多数決とかをして政治とかを決めていきますよ。それに対して間接民主制っていうのは、まあ、選ばれた、まあ、全員でやるとなかなか時間もかかるし、その数えるのめんどくせえから国の代表が選ばれてその人が政治を行うよ。あれ？さっきのこれと似てますよねっていうところになっていきます。じゃあそれの違いを最後やっていきたいと思います。これに関しては細かいので、まあ、全員が覚える必要はないので、細かく知りたいよっていう人だけ聞いておいてください。はい、共和制っていうのは国のトップを国民が選ぶこと、そして民主制、まあ、間接民主制っていうのはどんなことなのかっていうと多数者による支配、国民が政治の主であるっていうところが大事になっていきます。なので基本的に民主制では独裁政治にはなることはありません。ただ共和制に関しては
独裁制になる可能性があります。っていうのも共和制っていうのはみんなの国ということですよね。みんなの国なので独裁者が生まれて、独裁者がいやまあこの国はみんなの国やけどでも俺が政治を行うよっていうパターンがあるからですね。例えば北朝鮮とか、シンガポールとかっていうのは共和国で、まあ国民に選ばれたトップなんですよ一応。ただ独裁政治をしてますよね、キムっていう人、まあキムさんが、人々に選ばれて、まあ選ばれていっても、まあ、平等な選挙でもないんじゃないんですが、それによって選ばれて独裁制になるということもあります。一応北朝鮮も、朝鮮民主主義人民共和国ではあるので、そういう風な形になっていきます。まあ簡単に言うと共和制は独裁になる可能性もあるけど民主制は独裁制にはほぼなりませんよという話ですね。はい、ということで、今回王政共和制帝制の違い、そして、まあ、最後に民主制の違いについてやっていきました。王政共和制帝制の違いっていうのは、王政は王様が行う、まあ、ワントップの政治、それに対して共和制はみんなによって選ばれた、トップが政治を行う政治、そして帝制っていうのは、ワントップですね、皇帝が行う政治の違いになっていきます。